ご視聴ありがとうございます。リオンちゃんだよ。で今日は購入品をご紹介していきたいと思います。まずは貼るだけフローリングマットっていうやつを買いました。っていうのも一部ちょっとね剥がれてるのでその上にね貼りたいなと思って買いました。 ちょうどね、あの床のやつが同じやつなので、それで買いました。廊下もこういう色なんですけど、なぜ廊下をね、貼りたいかっていうと、まあ、ちょんちょのおしっこのやつで、床の色がね、変わってるんですよ。なので、その上に貼りたいな。今その、うんと、フローリング、 段ボール何枚か重ねてその上に押し込まとでっかいやつ大判のやつワイドワイドのやつ2枚と1回しちゃうとあのもうしないのでそれシングルをいっぱいこう。 いいいっぱいしやすすところに重ねてるんですけどそれこれをね何枚か買ってちょっとねあと冷蔵庫が冷蔵庫も農家に置くのでちょっとねうんっていう感じでやってやりたいなと思ったので買いましたこれが一つダイソーしばダイソー最初にこうか洗濯ね がちょっと崩れて破れたりあとはしてきたのであと足りないやつをね買いから増やしたりということでまずはこのブラジャーの型崩れを防止する型崩れ防止ガイドっていうやつをね買いました1個はあの仕事用の帽子を入れて洗ったりしてるんですけど まあ本来目的のやつでも使おうかなと思って今まで島村様にのやつを使ってきたんですけどまあ使ってる方なら分かるまあ島村さんじゃなくても言えることかもしんないんですけどだんだんこう使ってくるとなんかこう,こうちゃんとこうやって直しても ずれてきたりとかあとワイヤー使ってたりするとなんかこう何て言うかワイヤーが出てくるみたいな感じでしたりとかしてあと私のサイズがなくなったっていうのもあるんですけどっていうのもとりあえず島村さんの中でも一番大きい 5L のしてるんですけどもちょっとね 育ったのかまあ、ただ単に太ったからなんですけどちょっとこうこうなんつうか寄せようと思うと肉があふれ出したのでちょっとまあマミーはもう使ってるんですけどジニエブラにちょっと移行しようかなと思っているのでまだ買ってはいないんですけど。 そうちょうどね 6L6L まであったので多分そう 6L を、まあ、3枚セットでちょっと買ってみて使ってみたいなと思ったのでででなんかこういうやつに入れて洗えてそのねなんかになんかマミーのを通販させられた時に書いてあったので買いました。 これが1つと、洗濯ネットは、まだ、うーんと、洗濯ネット丸型のシャツ1、2枚が入れられるミッキーちゃんのやつが2枚と、2枚と、とりあえず、両面使えるっていう、四角型のやつを1個買いました。い穴開いてるやつは、 ポイしてこっちの新しい方に乗り換えたいなと思って、とりあえず、またね、足りなくなったら、足りなくなったらっつうか、結構何年もの選手が多いので、徐々に新しいものに変えたいなと思って、とりあえず、ミッキーちゃんと、ミッキーちゃんとプーさんがいたのかな。とりあえず、 とりあえずね、ミッキーちゃんの買ったんですけど、今度は、プーさんバージョンでも買ってみようかな、思っております。次、ダイソーで言うと、コップを買いました。あの、以前に二重のね、あの、こう、熱いものを入れても、なんか熱くならないっていう、一時期、ダイソーさんとか、まあ、いろんなところさんで、 流行ったコップがねこう二重のコップがあった <laughs> まあ動画的にご紹介買った時にご紹介したんですけどそれを落っこどして割られてうん <laughs> 正直つもう変に変にぶっかけてるので。 し、それ同じやつを買おうかと思ったんですけど行ったダイソーさんにそもそもそれが置いていなかったのでもうこうしても大丈夫なようになんかこういう透明こういうプラスチックのやつを買いましたクリアタンブラー500っていうやつでまカフェっぽいですよねこれで朝からオレンジジュースとか オレンジジュースとかマミーとか雪スとかまあアイスコーヒー的なやつを飲もと思って買いましたなんかおっきい方がいっぱい入るしで買いましたこれが一つとそうこれ洗濯用の詰め替えボトルでそう1 220円すするんですけど買いましたっていうのも私こう何て言うか私こう前多分ツルハドラッグ購入品を見てる方なら分かると思うんですけど私詰め替えを買うことが詰め替えしか買わないのでそれを入れるボトルを買いましたこれは液体洗剤アリエールとか。 ビーズとかそういうやつを入れるやつなんですけどっていうのもなんか誰かが使ったのはいいんですよまだまだつくまあいいんですけどこの上のところを開ける開けて使うんだったらまだしもうここここから開けてこう液だれしててそのままにして。 開かなくなくっっちゃったんですよ、ここが。私は一回きりまあ、同じ液体っていうのがないに等しいので毎回こう、全部使い終わるとこう、水洗いしてまあ、まあ、とりあえずこう水洗いして次の液体に液体を入れるっていうパターンにしてるんですけどなので私はあの。 メーカーさんが出してるあのやつだと正直ここ,ここからしか入れられないっていうのがどうしても嫌だしなんかかうまくく入らななないですかなので私はこういう詰め替えボトルを買って使ってるんですけど皆さんはまあまあみほとんどの人は同じ液体しか使わないか。 私みたいに毎回なんか液体違う人い,いないよね私安いのとかその時気になっだいた大体安いやつとか CM してて気になったとか適当にしか買ってないからなんですけどあまり洗剤とかってこだわりがないので今はあの今 CM してるバイオアタックシリ アリエルシリーズを使ってるんですけどっていう感じで基本私は液体洗剤は2個ボトル液体とうーんと柔軟剤をボトルを2本ずつ置いてるんですけどうーんと漂白剤とおしゃれ D 洗剤は基本 基本つうかずーっと同じやつを使ってるので別に洗わなくてもそのままいけるんですけど液体洗剤と柔軟剤だけは毎回違うのでいちいち洗ってとりあえず乾かして新しい u う風にするのが私の洗濯の流儀ですね。次ダイソーこれはインスタグラムを見て気になったので買ってしまった。 スマートフォンスタンドで見てていいなと思ってこうインスタでどうしても私カラオケ動画を撮りに行ったりする時に今撮影してるスタンドをまた行くんですけどあの何ていうかもう固定されててこう。 こう足を閉じめたりできないのでちょっとなーと思って毎回思いながら持っていってたこれだとまあこういうふうにもできるしこうのの伸び縮みできるしできるあと混ぜたりこうしたりできるからいいんですけどなんだかなーと思ってたまたまねインスタ見てて気になったこれが売っていたので。 とりあえず、私の今使ってる iPhone はいける。6.1、6.1画面なので、今の iPhone ちゃんも使いますね。まあ、うーんと、iPhone で言うと、6、iPhone6 で撮影してるんですけど、iPhone8 だと、 なんか調子悪くて、あまり長い動画を撮れることは撮れるんですけど、編集したりできないので、結局6年落ち着くっていう感じですね。iPhone で言うと。でね、使ってちょっとね、カラオケ動画とかメイク動画を撮れたらいいなと思って買ってみました。これが一つと。あとは、 ずれにくい食器棚シートっていうことで買ったんですけど食器棚を使いたいわけじゃなくてこういうね引き出し、まあ、ほこりまみれで見せたくないのでまあ、こういうかもう埃とかたまりやすくないじゃないですかあの他のユーチューバーさんみたいに私いっぱいもうギチギチ入らない。 入らないぐらいアイシャドウとか物を持ってるわけではないので結構隙間が空くんですよね。それで汚いなと思っててこれを引けばまあ除菌シート的なやつで拭いたりとかまあそもそもそれ自体を洗ったりしてきれいにしてからこういうねなんか引いたらいいんじゃないかなって。 ふと思って買いましたミッキーちゃんとプーさんがいたのでとりあえずプーさんを買ってみました。足りるかわかんないんですけどとりあえずうんとテレビの横にあるやつが最低123。1 4ぐらい最低4段だけ使えればいいのでと思ってとりあえず2本買おうかなーって思ったんですけど全部使うわけじゃないからまあいっかと思って一つクーさんにしてみました次ダイソーさんは終わりかで ドンキはもはや一つこれしかないんですけどカラカンを買いましたなんつうメーカーなんだろうハイドロンっていうね今度あのあれジャングルポケットの3人の中の誰かの奥さんのやつですよねそう何にしようかなと思って6丁のメドンキ自体 ドンキ自体お久しぶりっていうのもあるし六丁の目自体もお久しぶり最後に行ったのは2020年なのでほ本当にお久しぶりぐらいでそれにその時別にカラコンとかしてなかったのでなんかあまりなんかこれっていうのがなくてなんか値段的に安かったし色もなんか。 無難に使いやすいなと思ったのでこれにしました特にあまりこだわりがなくてそう色は本当にねカラコンとかまあ別なメイクでも使えそうなナチュラールな茶色にしてみましたうんとこれは2025年の7月まで使える14.2ですね まあちょっと、ね、またまたなんか宇宙人って言われそうなんですけどなんか私あまり種類がなかったっていうのもあるしなんか大体14.2とかそんなにカラコン自体を置いてるわけではなかったのでそうだからさいつものドンキもさあまりいかないのにさ6丁の目ってさ まあ行こうと思えば行けるんだけどさ、別になんか最近ドンキーっていう感じでもなく、でもさ、時々ドンキー行くと楽しいよね。なんかごちゃごちゃしてるし、中いっぱいあるしみたいな。ねえ、とりあえず、これ、カラコン、このブランドの、ハイドロンそうか、なんていうメーカーかよくわからないな。 特にさ、なんかさ、体調が若干悪い。その時は別に頭痛いわけでもなかったんだけどさ、何も考えて、まあ、とりあえずそんなに大きくなくて、なんか使いやすい茶色っていうのしか見てなかったからさ。で、値段も1300円ぐらいだったかな。あとは、あ、ダイソーもまだあったわ。ドンキあったわ、これ。 あの、ずっとあのこれじゃないよなんと YouTube でブレスマイケアだからそんなやつを CM しててずっとねその CM を見ながらなんか気になっててそれ買うのもあれだなぁと思ってでこれをね買いましたなんか似たようなやつだったのでそうお口シリーズお口レモンなんかレモンの他に何種類か こう紙にかこれ何だったっけと思って Google さんで調べたらこのレモンの他に何種類か味があったようなんですけども私が行った六丁目ドンキにはなかったのでこれにしましたそう婚活とか行った時に良いかなと思ってこの個包装タイプはいいですよねと思っておはじめましてなんですけど 一瞬さこれさこれえなんか粉みたいなさやつ入ってんのかと思ったら液体だったわ液体だったよこれ粉粉私こういうのってさ粉っつうかパウダーのイメージがあったからさそれでなんかごほごほして飲みにくいんだろうなとかなんか水通すのかなとか思ってたんですけど。 液体をはじめましてなのでどういう商品かもよく分からず買ったんだけど液体ならねどこでもペイできるねそうそうこの間病院に行った時にまたねもらってきてもう1個あるこの袋ね3枚あるんですよそう コンセンセそう6本溜まったら病院に持ってきてって言われたんですけどとあとはあのツラトラック購入品ですっかり紹介し忘れてたっていうか私もレシート見るまですっかり忘れてた商品なんですけどあのワセリンから生まれたリップクリーム潤い保湿で。 ププルプルの唇にレギュラーっていうやつですねワセリンベートロリウムジェリーリップっていうことでなんか私さなんか仕事の時さ取ったり外したり取ったり外したりしてるせいかさもうお昼ぐらいになってくるともうガッサガッサ,ガッサでさなんかさ顔見たりしてさ多分さ欲しさ うんとリップ夜塗ったり塗らなかったりしてで朝ぬぬ塗ってからリップをつけるんだけどさやっぱさ塗り返しっていうか塗り返しがないじゃないでさっとマスク取ったり外したり取ったり外したりするからさそれでさ余計乾燥するしさ口紅いつかさリップとかの相性っていうのも だって悪循環でさめっちゃっがっさっそっか,っか,っかこんななってさ皮むいたりこう拭ったりしてさそう気になってたんだけど初めて買って今使ってるリップがなくなっちゃうとそもそもリップないじゃんと思ってこんな感じなんですねおはっ、気になった、気になっては何回か買おうかなと思ったんだけど すっかりまあ別のものでいいやとかまあいいやと思って買わなかったりしてたのでこれでそうネックレス買いましたっていうかこの日は別にネックレスを買いに行ったわけじゃなくてなんかブラジャーっていうかさそのジニエブラ的なやつを買いになんかジニエとは言わないまあでもなんかなんか良さげな 1一個持ってるんだけどさやっぱさ 5L までしかないしさ結局通販しようと思ってで、ね、たまたまなんかなんか婚活行くしなとか思ってさ思ってまあ婚活に行かなくても普段普段っていうかさちょっとなんか付けてみたいなと思った時とかさ なあつければいいかなと思って買っちゃいました。そう。買っちゃったのよあ。私さ、シルバーっていうかさ、ネズミ色っていうかさ、やつが多かったじゃないっていうかさ、ピアスもどっちかっていうとさ、昔の私はさ、ゴールドがあんまり好きじゃない。今はさ、別にゴールドもいいかなってさ、思うけどさ。 開かねよ手がツルン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 してなんかさ私のさ手の油は持っていかないでっていう感じの <laughs> っていうぐらいにさもう開か,ん開かないじゃないのねこんなうでっかい袋に入っていけども、ね、ちっちゃいからねこれ好きだよね っって思思た方いるかと思うんですけど私さこういうなんつうのちょっとだけダイヤみたいなさこういうネックレス大好きなんだよねなんかシンプルだけどなんかダイヤついてるみたいないつもはさなんか首つりますみたいな勢いのネックレスしかなかったんだけどさこれ意外となんか余裕がありそうだなと思ってこっちに。 ししました何かが引っかかってるそう昔はさこの金属がさあれでさいちいちさこのさ紐んとこだけ交換して使ってたんだけどちょっとだけちょっとだけというかお試し。 なんかこれはなんか長い気がする。今までのがさ、なんかさもう、余裕が、余裕あるね。っていうか、ちょっとさ、と今までがちょっとね、余裕があるな。余裕っていうかさ、うつに、ね、<laughs> こういう感じ。 こういうい感じのやつがもともで私ってさなんか1万円ぐらいでさこういうネックレス欲しいんだけどさあ私さそうまたねなんかカバン買いそうになったの買いそうになったっつうかさあの次の動画であの紹介カバンの中身っていうリクエストが来てたから紹介するんだけどさそうなんかさし まあ病院を兼ねてるからなんだけどさなんか円のバッグを買いそ,うにゃった、ね、そうなんかさ、うん、衝動的にバッグ欲しいってなったんだけどあダメだ私はコーチかマイケルくんかを買うんだと思って結局買わない限りこのネックレスを買ってしまったんだけどそう。 うんと前のマイケル君はちょっと失敗したんよ今思えばあの時はあのバッグって思ったんだけどさあれだと本当に最低限しか入んないからさ婚活でも使えるんだけど正直ちょっとなって今更ながら思ったんよそうなのであれは本当の本当に なんかパーティーみたいなバッグと財布とちょっとしたお粉とかあとリップみたいなさ本当に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 ,本当に最小限でいいい時でしか使えないなと思ってさそうでバッグ欲しいなと思ってさネットでさ 誕生日の時にフルラのあれもらったからさフルラでさなんか A4 のファイルが入るようなバッグでさ見たくてさこう安いじゃんからだんだん見ていってさ味がいいなと思ったやつがさ11万ぐらいするバッグだったんよね11万はちょっとむずい まあ、フルラーは無理だなと思ってフルラーはやめてうんとたまたまなんかドンキーでドンキーだとまあ私が欲しいマイケル君とかだととうとうで56万するんだよねそう56万するんだけど私が欲しい形 1>, 形で1万5,000円ぐらいでドンキさんで見かけて私このバッグ買おうって思ったマイケルくんだったかなコーチだったかどっちだったかショーケースに入ってたんだけど特徴の目やねそうゲスのバッグとかまあいろいろあったんだけどなんか安いバッグはもう買わないって思った 片掛けバッグにしてもちょっとなんつうか、まあ、マイケル君とかそういうなんつうかちょいブランド品だけどみたいな安いけどち安いちょっとブランド品っていうか、まあ、まあそういうバッグをね狙っていこうって思ったっていう話なんだけどまあ脱線するっていうね。 そうなんかとりあえず今トートバッグが欲しいんだよね1万5,000円ぐらいの <laughs> まあ2万円未満のねトートバッグが欲しいなと今思っとるんだけどまあこんな感じであとご紹介するやつは今んとこないないので多分これで終わりたいと思います ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。バイバーイ。